こんにちは、榎本美沙です。今日はマーラーカオを作っていきたいと思います。マーラーカオって聞き慣れない方も多いかもしれないんですけれども、中国風の蒸しパンになります。香港などでよく食べられています。今回はきび砂糖と豆乳を使って体に嬉しく仕上げていきたいと思います。今回はですね、これぐらいの丸型を使ってダイナミックにふっくらとさせていきたいと思いますので、楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。卵も使って栄養もありますので、ぜひですね、休日の朝ごはんなのに蒸したてを食べていただくのもおすすめです。では材料の説明です。まず卵ですね。でココナッツオイルになります。もし寒い時で固まっていたりしたら、電子レンジなどで加熱して液体に、このように液体になるようにしてください。そして豆乳、蜂蜜、あとお醤油ですね。これがコクを出しますのでポイントになります。そして薄力粉、きび砂糖、ベーキングパウダーになります。ではまずですね、型にクッキングシートを敷きます。今回直径15センチのものを使っています。クッキングシートはですね、くしゃくしゃっとしてしまって大丈夫なので、このように全体に敷き込む感じにしておきます。ちょっとですね、上にはみ出しているところとかは少し折っておくと後で綺麗に仕上がります。では生地を作っていきます。ボウルにですね、まず卵、豆乳、ココナッツオイルですね。これココナッツオイルすごくいい香りがして、甘い香りがして、とってもマーラーカオには向いてるオイルかなと思います。で蜂蜜ですね。そしてお醤油を入れます。こちらでまず混ぜ合わせていきます。はい、このようにですね、白身の塊などもなくてしっかり混ぜられたら、こちらで OK です。こちらにですね、粉類を、合わせて振るっていきます。薄力粉、そしてきび砂糖ですね。そしてベーキングパウダーになります。ざるなのでふるっていきます。粉類を入れられたらですね、ゴムベラで、切るように混ぜていきます。練らないように気をつけて混ぜ合わせます。外側についている粉をですね、落とすように混ぜます。はい、これでですね、しっかり全体が混ざったら、これを先ほどの型に入れていきます。はい、こちらでですね、型に生地を流し込みます。こちらでですね、蒸し器に入れて蒸していきます。はい、ではですね、しっかり湯気が立ってる蒸し器で蒸していきます。はい、こちらでですね、30分蒸していきます。はい、では時間になりましたので開けてみたいと思います。美味しくできてるかな。開けます。あー、美味しそうに膨れています。はい、ではせっかくなので熱々を切ってみたいと思います。
すごく美味しそうな香りが、ココナッツの甘い香りが立ち上ります。では切ってみたいと思います。美味しそうに食べました。はい、こちらで出来上がりです。はい、では蒸したてのマーラーカをいただきたいと思います。いただきます。わー、すっごいココナッツの甘い香りがします。もう香りだけでごちそうな感じ。いただきます。今回きび砂糖と蜂蜜で甘さをつけているので、すごくコクのある甘さでとっても美味しいです。これおやつもいいですけど、朝ごはんに食べたらすっごい元気になりそうな味です。今日はですね、お茶、台湾の東町ウーロン茶と合わせました。以前台湾に行った時に九份っていう町があるんですけど、千と千尋の神隠しの、場所になってると言われてるところの一つなんですけど、そこの東町ウーロン茶がたまたまあったので、ちょっとそれと合わせてみました。東町ウーロン茶ってすごく香りがいいので、こういう今回ココナッツの香りがすごくいいお菓子とよく合うかなと思います。ぜひですね、もしお家になければほうじ茶ともこれよく合うと思いますので、お茶と合わせて楽しんでいただけたらなと思います。ぜひですね、これ朝ごはんに食べたら卵もいっぱい入ってるので元気で栄養も取れると思いますので、作ってみていただいて、ぜひ蒸したてふわふわを楽しんでいただけたらなと思います。これからもですね、いろんな料理ご紹介できたらと思いますので、ぜひチャンネル登録、いいねボタンいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。